昼ご飯食べようと思って1時間ぐらいかな、配信できるって思ったので。やります。今日もめっちゃ可愛い。嬉しい。本当なんかカラコンが違いますね。大人っぽいかも今日。やっほー。なんかさ、鼻がすごい寒いのかな。そんなことないけど。お話かもしかしてありがとう、応募してくれて。バイトまで昼寝しようって言ってた。お、じゃあさやちゃんの配信見てください。昼休憩終わる。わー、ピンクの服かわいい。やった。さやちゃんにそっくりなウーバー配達員。さやちゃんかも。なんかリップ濃いよね。なんか顔が違う、いつもと。うん、仕事前の配信を頑張れ。お仕事配信終わったら行く。お、配信終わったらじゃあバイク乗り行って。今日仕事休み。お、今日もあのさや最近ちょっとネギ塩タンハマりすぎて、そちらを食べます。御社でインターンのプレゼント、お、当選した。嬉しい。大切にしてね。洗い物を増やしたくないさやの超簡易的なご飯すぎる。うん、おいしい。夢にさやちゃん出てきた。嬉しいな。考えてくれてるってことじゃない？うん。明日からバイト頑張って。ああ、ご飯こぼすか。ネギ塩タン本当に美味しい。ファミマなんだけど、めっちゃおすすめです。セブンとかが有名かもだけど。うん、セブンのネギ塩タンも超美味しいよね。お仕事頑張って。お、あっこい、あっこい。一心たんすけ、あのさ、一心たんすけさ、ずっと行きたくて、行きたいみたいな、行ったことないって思ってたんだけど、なんかめっちゃ前ね、あの同い年、ミレタンと萌ちゃんとさやが同い年なんですけど、成人式イベントがあって4年5年ぐらい前に、その時の帰りに行ったっぽい。そう、焼肉行ったのはめちゃくちゃ覚えてるんだけど、あのそう、成人式イベントで焼肉がなんか一心たんすけだったっぽい。なんか行ったことあるらしい。めっちゃ前、超前、4年5年ぐらい前。え、そうだよね。でもなんかいつも何あれ、 TikTok でバズったのかな、全然予約できなくて、いつも行きたいと思ってダメなんだよね。そう、わかる。焼肉食べたい。焼肉ってなんであんなに美味しいんだろうね。
もぐもぐしております。もぐさや、一緒にご飯食べよう。うん、焼肉もタンが一番好き。牛タン、ネギ乗ってたらさらに最高ですね。レモンと、いや美味しいよね。なんであんなに美味しいんだろうね。困っちゃう。お仕事頑張って。うん、冷麺大好きだよ。サイドメニューの中で一番好き。うん、授業中。え、なんかさ、この時間の授業一番眠くならない？本当にさ、眠かった記憶ある。5時間目っていうの、5限目、やばいよね。なんなら寝てたと思う。うん、この時間の仕事、あ、わかるわかる。さやはバイトだけど、めちゃくちゃ眠かった記憶ある。ご飯食べて、お腹いっぱいの後のバイト本当に眠かった。うん、頑張ってね。うん、配信してくれるから眠くない起きてね。うん、飲み会だと下にあるネギシ行く。え、いいな、同じビルにあるの。ネギシ大好き。サイヤバイトしてる想像つかない。え、バイトしてたよ接客。こんにちは。午後も頑張れそう。頑張って。応援してるよ。今するなら何のバイトしたいかな。今でしょ。うん、なんだろう。なんだろう。浮かばない。でもやりたいバイトいっぱいある。31とか可愛い。でもすごい大変そうだけど。でもバイトは全部大変そうだけど。うん。あ、確かに。たこ焼き屋さん、そうだ。たこ焼き屋さんのさ、バイトの面接落ちたことあるから、たこ焼き屋さんでバイトしたい。涙。この間その話さ、誰かメンバーにしたらめっちゃ爆笑されたんだよね。
ケーキ屋さん、ケーキ屋さんかわいい。なのでね、サーティワン結構腕の力必要だよね、絶対。アイス屋さんとかって。うん、スタバ、スタバ難しそう。なんかこうさ、こうやってるじゃん、アイスを。絶対腕が大変。なんか食べ放題のさ、鍋の食べ放題とかでよくさ、デザートも食べ放題でさ、アイスとかこうやって取れるやつあるけど、それでも硬いもん。うんうん、すごーい。いろいろね、やりたいバイトあったな。うん、もっといろんなのやってみたかった。今の髪色一番好き。え、ほんと？色落ち。でもなんか綺麗に色落ちしてるよね。お、ラブライブ見始めた。素晴らしい。お腹空いてます今、とても。でもだいぶ公式 TikTok コメントしてよ。ありがとう、嬉しい。見てるよ、コメント。美しいってみんな言ってくれて嬉しい。美しいですか。結構前のねお洋服なんだよね。去年一昨年とかのエピーノの、うん、いっぱい見てほしいな。まだまだ、ちょっとダークな感じ。歯についてないかな、大丈夫そう。鏡代わりにしちゃった。で見て、このお馬さんが追加されたの、さやの映えゾーンに。かわいいでしょ。うん、新曲はさやさん、いい女すぎ。やった、ドキドキ。そう、金の馬。クリスマスマーケット行ってこの間買いました。やばい、ね、写真載せなきゃ。おみるちゃんとのイルミも載せてないし、ちょっと待っててね。だいぶ待っててほしい。スティックの、あ、これはなんかフランフランのやつなんだけど、めっちゃいい香り。めっちゃいい香りって何？うん、待ってて。クリスマスマーケットめっちゃ楽しかったよ。
すごい本格的でびっくりした。いっぱい並んだ。写真載せるね。そうメンバーと行ったからそのことの写真も載せたい。すごいよね、なんかさ毎日ほぼ毎日一緒にいるのに、なんかプライベートも一緒にいるからすごいよね。横浜のクリスマスマーケット行きました。すごかった、楽しかった。ごちそうさまでした。美味しかった、お腹いっぱい。でもお菓子食べる。バイト頑張って。TikTok 嬉しい人誰だろうね、楽しみだね。トップバッターなんか初めてな気がする。そんなことない。でもなんかトップバッター TikTok YouTube ショートもだけど、でも毎日見てほしい。うん、冬一番いいよ。冬大好き、寒いけど。うん、飲み会ね、楽しみ。え、あさってとかだよね、もうワクワク。今日は今日寒い。来週も横浜、確かに。いっぱい横浜楽しみ。てか年末の横浜すごくない？今度の飲み会も横浜だし、来週のクリスマスライブ、そう台湾も横浜だし、年末の桃色歌合戦も横浜アリーナで横浜だし、めっちゃ横浜だね。嬉しい、嬉しいな。コンフィチュールの生写真、え、本当？アンチコンフィチュールの生写真出るよね、今日だっけ。2杯、札幌で待って待ってて、札幌楽しみ。みそが楽しみだな。桃色歌合戦ってさ、なんか毎年見させていただいてたんだけどさ、配信であれだよね、一曲フルサイズ歌唱みたいな感じですよね。何の曲歌うんだろう。アンチコンフィチュールかな。ねえ、お仕事休み、お、いいね。ベレー帽やった。なんだろう、イコラブさんが去年 B セルフィッシュ歌われてた。配信ね、配信見てください、ぜひ。確かにコラボある、コラボ出演されてた。うん、緊張しちゃいそう。YouTube ショート見てすごくよかった。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
チン、ありがくまさや、ありがとう。クリスマス。12月は本当だよ。12月楽しみなこといっぱい。あ、そうだ、お話し会もさ、さっきまで受付でありがとう、申し込んでくれた皆さんありがとうだよ。うん、おみーちゃんにいつか年越ししたい。え、年越しライブとかめっちゃ憧れる。夏みんがでもまだ無理なんじゃない、年齢的に。いけんのかな。でもベニューはみんなで出演させていただいた。あ、違うそう、みんなでね。楽しみ。このいずれカウントダウンね、やりたい、めっちゃやりたい。カウントダウンフェス、うん、絶対楽しいよ。そう、今日の深夜ザキヤマ小屋別館出演させていただきます。後で告知するね。嬉しい、テレビ本当に本当に嬉しい、ありがたいです。見てほしい。緊張した、めっちゃ緊張した。芸人さんに囲んでいただき、囲まれてめっちゃ緊張した。うん、ぜひご覧ください。今週から1ヶ月、今夜から1ヶ月出演させていただくので、毎週また告知しよう。うん、ゴンチャさややん。え、なんかさ、昨日ゴンチャさんがアカウント、公式アカウントがポストしてくださってた。リツイートしよう、後で。嬉しい、お仕事頑張って。ゴンチャさややん、またインターンさせていただけたらいいな。頑張ります。どうしよう、マック、チョコ食べる。何時まで？1時半ぐらいまで。あ、間違えた、2時半。1時間ぐらい。ゴンサヤ、ゴンサヤやばい。そんな見てくれたの？スキピジュ、お焼き屋さんにインターンしたい。でも大変そうだ。くすみピンク大好き。うん、うん、うん、さ、めっちゃ上手じゃない？自分、我ながらめっちゃメニューが上手でした。上出来。うん、TikTok やばいよね。更新しなきゃ。飽きてないんだけど。ちょっと SNS 豆じゃなくて。SNS が豆じゃない。そんなとこもひっくるめて全部って感じ。世界で一番好き。
しすぎるよ。やばいよね。全然更新してない。頑張る。桃色歌合戦がさ、せいがさ、めちゃくちゃ好きな女性アイドルさんが一緒に出演されるから、あんま言ってないんだけど、こういう配信とか、まあ誰か気になる方はお話し会で聞きに来て。めっちゃ好き。髪の毛巻くね。急に。マカダミアナッツのチョコ食べてた。ホワイトベール。美味しかった。じらしちゃった。めちゃくちゃ好きなんですよ。一旦巻き下ろししよう。今日も前髪変なんだよな。最近給食の放送、え、嘘、何の曲流れてるの？お耳誰かかけてくれてるってことだよね、給食って。嬉しい。懐かしい、給食の放送何流れてたかな。せやが学生だった時、給食、中学校まで給食だったな。わかる。でも AKB さんかも。わかるね。あとはなんかその国民的みたいなさ、国民的アイドルみたいなアイドル、あのグループの方の曲とかやっぱめっちゃみんなが好きだから。うん、はにかみショート嬉しい。ね、懐かしいですね。でも学生に戻れるなら、なんか通学とかで聞きたいよね、ノイミーの曲。イコラブさんは高校の通学でめっちゃ聞いてたんだよね、ぼっくり。懐かしすぎ。ムジスカ学園見てたよ、もちろん。
やちゃん行きます。え、さやちゃん推し、嬉しい、楽しみ、頑張ろう。成長した姿もお披露目、嬉しいな。秘密インシデントみたいな、かわいいよね、インシデント。テスト中もどんな日もかっこいいって思われたい、難しいね恋は、ある種アクシデント。って歌詞好きすぎって話、もう何十回もショールームでしてるけど NMB さん衣装店は行きたい。さやも会いたいな。聞いたストーリー未来早すぎる気楽も、青春だね。なんかやっぱ内密青春ソング多いよね。水色って感じいいよね。よし、来週の2日後のノイミー会の時は頑張って TikTok 撮ろう。また思わせの衣装で TikTok 撮ることになるやばすぎ。私服で撮ろうかな。どうしよう、ね、分かんない。でも目標達成できるかな。確かにノエミ教えてて、インシデントの衣装久々に着た。最近ハニカミショートの衣装着たいんだよね。絶対に着る機会ないんだけど悲しい。なんかベレー帽さ、アンチコンヒチュールで着るようになって、かぶるようになって、最近そしたらなんかハニカミショートのベレー帽が恋しくなっちゃった。え、わかんない、え、わかんない。札幌は何の衣装着るんだろう。ワンちゃん着れるかな。そんなことある。なんかあんまりなんか表題の衣装って着ないんだよね。てかチータンとかハニカミの衣装見たことない。それかわいいじゃん。チョコメラ、確かに。でもザキヤマ小屋は後で告知させていただくんですけど、なんかね、個人的にめちゃくちゃ好きな衣装をね着て来たんですよ。
さやが好きな衣装写真の見せよ、嬉しい。私さ、あれひーちゃんとさ、ひーちゃんあのさ余談、また出演してたじゃん、モーメンタリーの衣装着てたよね。かわいいよね。全部かわいい。それな、結局ね。チョコメラの衣装かわいいよね。大好き。今着たい、今着たい衣装。ライブの後ろの映像、ね、ライブの後ろの映像は本当にどっち見たらいいか分かんなくなるからいつも困るの。もうこれはね、そうだよね。ライブの後ろの映像集みたいな作んないかなライブで流した後ろの映像だけが収録されてるあのブルーレイさや買う。あのさ、3周年コンサート、初めての3周年の時、ポニキュール、あ、やばい、この話するとさ、やばい、一生オフショットの話、ちょっと本当にごめん、載せる日が来るのだろうかって感じだけど、そう、あのチョコメラの衣装で全員ポニーテールして、ポニーテール着るんだ時、後ろの映像流れてたんだよ。あれみんな可愛かったです。あれめっちゃ可愛かったな。あれ可愛かったって思い出すんだけど、あのオフショットをさせたら、その度に撮ったけど載せてないやつを思い出す。載せてないな。でももうちょっとタイミング逃しすぎてる ちょっと待って、すごい、あと3周年婚は超絶ヒロインも歌ったんだけど、3周年婚の超絶ヒロインの後ろの映像めっちゃみんな可愛かった。そう、3周年コンサートの衣装があって、その衣装を着てて、でもその衣装の髪飾り、なんかピンみたいな感じなんだけど、ヒロイン、超絶ヒロインといえばカチューシャだから、その映像だけカチューシャ したんだよね。あの衣装かわいい。もう着る機会ないのかな。でも携帯変えちゃったんですよ。あるんだけど、だから前の携帯を探せば全然あるんだけど、うん、懐かしい懐かしい。
さやはね、本当にこの話多分絶対したことあるんだけど、イコラブさんの周年、去年かな、あれわかんない、行った時、行かせていただいた時に夏祭りの映像、夏祭りのあのを歌われてた時に、後ろの映像がリップシーンだったの全員で、なんかどっち見たらいいか分かんなくって、やばい目が足りないってなって、でもなんか未公開のもうリップシーンだったからそっち見てたの、さやは。したら終わった後に誰かからメンバーに、なんかあそこのなんかマイカさんやばくなかったみたいなことを言われて、でもさ後ろの映像見てたから MV の待って見てない、もう目が足りないってなって悔しくなったことがあった。悔しかった、どっち見てるか分かんなくなっちゃう海のライブもあるある、残念だった。実物優先。いやそうだよね、迷っちゃうよね、迷っちゃいました。確かに今回、前回のツアーとかすごかったよね、前回今回っていうのかな、めっちゃすごかったよね、ノイミのさ映像すごかったよね。確かにその夏祭りっぽい感じといえば、なんかマシュマロフロートとかずっとリップシーンに映ってたよね、後ろに。負け終わった、いい感じに負けましたよ。しかも我ながらね結構巻くの上手だと思うんだよね、わかんない、自分になんかこう合う巻き方なのかな、もう自分で毎日のように髪巻いてるから、多分これが自分の髪質とか合ってるっていうのが分かってるんだろうな、自分自身が把握というか。確かに今日大人っぽいかも、確かにミックス巻き、そうね、ずっとやってなんかウェーブ、なんなら逆にエクステつけてからウェーブ巻きしてなくてウェーブ巻きが下手になったかもしれないなれですね、人間。あ、そう、結構ここね、こだわりの外巻き部屋。そうなの、髪暗くしよう、冬は暗いの可愛いよ。触覚ないかも、嬉しい。まだね上手に負けない、練習したらできるようになるよ、応援してる。なんか今度巻きの動画とか、いやそういうのを TikTok でやるべきなんだろうな、谷沙や髪の巻き巻き動画みたいな、頑張って撮ろっかな。ウェーブ巻き、うわ懐かしい、ウェーブ巻きの動画載せたことあるな。巻きでもさやの巻き方って合ってんのかな、もう正解はないから、完成がうまくいけば撮るか、今度
なんかさ、何かに打ちつけたのかわかんないんだけどさ、見てアイロンのここなんかはげちゃって、えぐれてんの。でも全然使えるからそのまんまなんだけど、うん。何でこんなガリってなっちゃったの。普通の踊る動画ね、踊らなきゃ。リンクナックなんかイルミネーションとか行った時の動画をなんか BGM に乗せてこう、なん彼女感じゃないけどさ、そういうのはちゃんと編集しようっていう気持ちはある。気持ちだけ気持ちだけあるからちょっと待ってて。本当に SNS なのね、じゃない。もう B 型は気合入るまで時間かかるから、分かんない、さやだけかもだけど。うん、お勉強頑張って。同じ？よかった。動画編集じゃなくて動画を撮るのがうまいお友達がいるの。めっちゃ上手なの。なんかすごい、そのめっちゃ前のさ、お台場行った時のデート動画みたいなの自分で載せたことあるんだけど、うん、その時のカメラマンしてくれたお友達がめっちゃ撮るの上手で、でもずっと仲良しだからなんかこう自然体じゃないけどさ、なんかそういう自分を映してくれるのもすごい上手だ、素敵だって思って。編集は自分でやってる。編集は自分全部、どの動画も、うん、うん、そうなんだよね。すごい、君と私の歌が一緒に流れてる頭の中で。カラコン違う、いつもと。いや、それ何のカラコンか、ちょっと待って、調べたら出てくる。さやが注文履歴、卵子用のカラコンが出たんですよ、新しいやつ。えっ、ー、って思って、注文履歴これだ。ミムコごめん、すごい、ミムコの卵子用カラーなんだろう。ブラウン、読めない。ブラウンフォンデュ
ってカラーです。めっちゃ可愛い、なんかチュルって感じ、キュルキュルって感じです。ナチュラルかも。でも、うん、色素薄くなる。いや、乱視用はね、種類も全然ないし高いから、本当にいつも同じカラコンばっかりしてるんですけど、新しいの出たって思って使ってみた。うん、お、乱視民一緒だよ。本当に嫌だよね。もう本当に、もう一刻も早くあの ICL やった方がいいっていうのは分かってる。うん、最近なんか数日前からこのカラコン使い始めた。うん、昨日はね特に目赤かったし、風邪ひいて元気ない。元気大事で、これおすすめです。9点の目代わりの時に買ったんだ。嬉しい。アイシールやった？え、詳しく聞かせて今度。ちょっと聞きたすぎる。アイシールやりたすぎて。早くやりたい。ずっと言ってんの。でも金額と1ヶ月カラコンつけられないのがちょっと難点すぎて、手出せてないけど何年間もずっと言ってるから、やりたい、はあ、目が悪すぎる。視力悪すぎ、目も悪すぎ。気まずい？大丈夫だよ。うん、そうなの。コンタクト、カラコンの生涯のお金、カラコンだけじゃない、透明のカラコンもだけど、コンタクトもだけど、考えたら絶対にICLやった方がいい。おはよう。朝起きた瞬間が足よくある。ねえ、そうだよね。もう何も見えないの、朝起きた時。メガネメガネメガネから始まるから、ヒゲチこっそり。乱視ってどんな症状？乱視はぼやけて見える。視力が悪い人ってただなんかモザイク、ぼかしいみたいな感じに見えると思うんだけど、それだけじゃなくて、なんか二重三重にも見えちゃうのが乱視かも。わかんない、逆に乱視しか体感したことないからさ、月とかさ見ると、これ言ったことあるかもなんだけど、月とか見ると多分普通の目悪いってなるとボヤーンってなってるだけだけど、乱視は月がこういっぱい分散みたいな、なんか5個ぐらいにベベベベベって見えるのが乱視。困りました。私結構イルミネーションとかもビビビって見える。うん、困りました。目が回る。うん、目回る。目回るというか、なんかうーんってなる。うん、YouTube 上げた動画とメイクはあんま変わってないかも。今物心ついた時から乱視なの。でも悪化悪化しました。困ります。とっても、大変だよ。目が悪いからでも
ライブとかでみんなのこと見つけたいし、葛藤してる。乱視は暗い場所だと暗すぎる。え、やっぱそうなの？なんか真っ暗がめっちゃ怖くって、多分人一倍怖くなっちゃうんだけど、乱視の影響なのかな。それも怖かった。なんか舞台とかめっちゃ怖かった。舞台袖とかお邪魔女の期間とか乱視なのか、乱視の影響か。スクショタイムしよう。突然片目だけなし、そんなことあるの？でもさ、なんかさ、小学生の時とか視力検査とかした時に、なんか右目が A で左目がなんか D とか、そういう人結構いたかも。さやはね、綺麗に両方とも目悪いからね。えスクショ。取れましたか？取れた？視力検査です、こっち。視力検査のさ、最初にやるさ、なんか地球儀みたいなやつめっちゃ面白いね。あれって何が、なんか理由があるのかなって思いながらいつも、あの地球儀とさ、あのさ、目にさ、フュッて風が飛んでくるやつ気球、気球、そう、気球だ、地球儀じゃない赤いさ、気球みたいなやつ見るじゃん。気球？何あれ、なんかあの、うん、眼圧、そうそう、ピントがみたいな。風目つぶっちゃう、わかる。頑張って目開けてくださいって言われるんだけど頑張って開けて。赤と緑どっちが見やすいですか？わかる。なんかうーんみたいな、悩んじゃう。さや直感。そう、視力検査行こう、目悪いから。よし、ランキング読みますね。お、みど、ありがとう。まさや、ありがとう。クリスマス今日もかわいい。じゃあ行きまーす。13位ゆりあちゃん、12位能本、11位ひろし、10位東本、9位かれん、8位ゆあち、7位かぼちゃん、6位ラビー、5位ななぴよ、4位あいかちん、3位ゆう、2位プラス、そしてちふみやん。ありがとう、ありがとうございました。すごい片言になっちゃった。頑張ってください。午後も1時間ぐらい配信できた。とても楽しいお昼だったよ。ありがとう。うん、こちらこそまったりとした時間を、楽しいお昼をありがとうございました。見てくれてありがとう。平日から、平日のお昼から見てくれてありがとう。
応援してるね、みんなの人生壮大になっちゃった頑張ってね。またね、夜できたら配信します。多分できなかったらごめんね。じゃあさややんでした。またね、ありがとう、バイバイありがとう、パチパチ。